東亜国内航空381便動体着陸事故とは1979年7月21日に羽田空港で発生した東亜国内航空381便の航空事故である。1979年7月21日8時38分頃、東亜国内航空381便は南紀白浜空港に向けて羽田空港を離陸した。離陸後に 車輪格納を行った際に、本来すぐ消えるはずの車輪ライトが、左後輪だけ、わずかに遅く消えたという。違和感を覚えた機長は、念のためにレバー操作でギアダウンしたが、左後輪は格納したまま降りてこなかった。機長は、羽田の管制等に緊急事態を宣言したが、コックピットからは、車輪が見えないため状況の確認できず、また単に機器の故障の可能性もあった。 そこで、機長は、管制等の許可を得て、たまたま381便の近くを羽田に向けて、飛行中だった DC-9 型機に協力してもらい、旅客機としては、異例の変態飛行を行った。DC-9 の操縦士による目視で、ギアの格納扉すら開いていないことが明らかとなり、機長は直ちに羽田に緊急着陸することを決意。11時32分頃に、 片足のまま着陸態勢に入った。着陸そのものはスムーズであったが、速度が低下すると機体は足のない左後方に大きく傾いて、胴体を滑走路に激しくすり、滑走路から外れてオーバランスする事態となった。しかし着陸は無事成功し、衝撃による火災も免れた。事故の原因は格納扉の上部機構部で、 この扉が整備の際に誤った組み立てをされたこともあり、車輪を吊り上げロックするアップロックフックという部品が金属疲労を起こし折れて割れてしまったことだった。ありがとうございます。